アイテム番号 SCP-442JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-442JP は、サイト81の冷蔵セクターにて、耐震、温度管理機能のついた冷蔵チャンバーに、施錠の上保管してください。チャンバー内は一般的な日本酒の保管に適した気温3度に保たれる必要があります。週に1回、セキュリティクリアランスレベル2以上の収容スペシャリストによるチャンバー内点検を行ってください。実験中に発生、あるいは収容した SCP-442JP、アルファ及び関連製品は厚さ 3mm 以上の金属製容器に封入した上で、個別に SCP-442JP と同様の冷蔵チャンバーに収容してください。収容量が膨大な場合、個別に最大 1L を同冷蔵チャンバーに保管した上で、残りはサイト81、廃棄槽にて焼却処分してください。説明、SCP-442JP は同道 82mm、全長 274mm、容積 720ml のガラス製の瓶に封入された透明の液体です。瓶の後部分は汽船で封じられており、側面には、銘酒、岩清水、品級酒造、と記載された和紙製ラベルが添付されています。現在、初期収容の6本を含めた合計32本が収容されており SCP-442JP1 から SCP-442JP32 として分類されています。内部の液体は無色透明で、成分分析の結果、アルコール度数 21% 程度の日本酒、特に原酒に分類されるものと類似していますが、未知の酵母と思われる真菌類が多く含まれており、また実際にはアルコールは含まれておりませんでした。これまでに収容された SCP-442JP は全ての瓶で同様の成分であることが判明しています。SCP-442JP を摂取した場合、60ml までは通常の日本酒として摂取が可能であり、まろやかな風味で非常に美味しい、とされています。しかし1時間以内に連続して 60ml 以上を摂取した場合、SCP-442JP の異常性が発揮されます。摂取直後から被験者は強烈な発汗を起こしますが、制止されない限り被験者は SCP-442JP の摂取をやめようとしません。被験者は個々人の満足するまで SCP-442JP を摂取した後、被験者は水分を求めるようになります。この場合、要求されるのは主に水ですが、その他のアルコール、あるいはジュース等でも水分が摂取可能なものであれば摂取可能であることが判明しています。摂取中も被験者は発汗を続け、被験者の体重のおおよそ 20% の水分を排出した時点で、脱水症状によって衰弱死します。たとえ衰弱死した場合であっても、最終的に完全な乾燥状態になるまでこの発汗現象は継続します。しかし、この特異性を発症した被験者に対して、濃度 0.5% 以上の食塩水を 500ml 摂取させた場合、摂取から10分以内に全ての特異性が非活性化されることが確認されています。これは血液中のイオン濃度に関係していると考えられており、現在研究が推奨されています。この発汗により発生した被験者の体液は、SCP-442JP、アルファとして分類されています。SCP-442JP、アルファを直接摂取した場合には激しい発汗と強烈な酩酊作用を引き起こしますが、水で 10% 以下の濃度に薄めて摂取した場合には、アルコール度数 8% 程度のアルコール飲料と同等の酩酊効果をもたらします。SCP-442JP、アルファの風味は、対象の発汗時に摂取していた水以外の液体に類似した風味となります。酸成分検査の結果では、SCP-442JP の主成分に加えて人間由来のアミノ酸成分を含んでいることが判明しています。SCP-442JP の副次効果として、0.1% から 1% ほどをアルコール飲料に添加した場合、添加前のアルコール飲料が持つ風味が増加します。添加された飲料を用いた実験では、被験者は概ねその味に高評価を下しました。
SCP-442-JP に含まれる酵母はアルコール飲料に混ざった時、独自の化学反応を引き起こし、グルタミン酸を主とするアミノ酸、ペプチド、琥珀酸等の成分へと変化することが判明しました。また、アルコール飲料に添加した場合、激しい発汗作用等の異常性はすべて非活性化することが確認されています。収容経緯、SCP-442-JP は20年月日に日本の港にある倒産した運輸車の倉庫にて発見されました。倉庫内には SCP-442-JP1 から SCP-442-JP6 が保管されていたほか、SCP-442-JP-α と思われる液体が 38L。同倉庫の保有者である、運輸車社長の死が縄で拘束された状態で発見され、死亡が確認されました。死の遺体は完全に乾燥しており、四肢の一部が風化していました。調査記録、ラベルに記載されていた SCP-442-JP の製作者と思われる、緊急酒造については、調査の結果ウェブ上にて一件の直営ウェブサイトと思われるページが発見されました。同ページには商品説明及び生産者に関する直接的な情報はなく、注文あるいは問い合わせの場合にはメールにて対応する旨の記載があり、調査チームは同アドレスに問い合わせを行いましたが、返答はありませんでした。2000年月25日時点で、制作者とのコンタクトを試みる行いはすべて失敗に終わっています。以下の情報はセキュリティクリアランス、レベル3以上の職員のみ閲覧することができます。ログイン情報を入力してください。職員コード、パスワード、認証。職員コードが認証されました。セキュリティクリアランス、レベル3承認。あなたの閲覧権限に応じた情報を開示します。調査報告書 442JP1 号インタビューログ 442JP 内部調査報告 442JP2 号内部調査報告 442JP3 号調査報告書 442JP1 号序文財団は SCP-442JP の初期収容直後カバーストーリー酒税改定調査を適用し日本国内で流通しているアルコール飲料に関する大規模な成分調査を行いました。その結果、大手の酒造メーカーの、が SCP-442-JP-α を自社製品に混入させた形跡があることが判明しました。そして、いくつかの行方不明事件に SCP-442-JP が関与していたものがあることが判明しています。事案記録1、事案発覚日時2000年、月、日、発覚場所、兵庫県、市、酒造、製造工場、詳細、調査の結果、同社に雇用された外国人技能実習生8名及び、大手酒造メーカーの営業担当者2名が、同社の主力製品の製造ライン内で発見されました。工場長の市は現在行方が特定できておらず、本事案に直接的に関与したものと思われます。未使用の SCP-442-JP を8本。タンク内に貯蔵されていた SCP-442-JP-α を 150L を押収し、SCP-442-JP-α が添加されたと思われる商品の押収が行われました。しかし、すでに大半が出荷済みであり、カバーストーリー、酒税法違反、により小売店から回収を行いましたが、出荷された商品の回収率は 18% にとどまっています。付き、同工場従業員には個別インタビューを行いましたが、有力な情報はありませんでした。そのため、全従業員に対してクラス B の記憶処理を行いました。事案記録に、事案発覚日時2000年月日発覚場所、埼玉県、市、大手酒造メーカー、工場、詳細、調査の結果、
SCP-442-JP が30本相当量。加えて SCP-442-JP、α が合計、L。同社の醸造タンクにて発見されました。同社はこれらの引き渡しに対して難色を示しましたが、財団エージェントの説得により、収容に成功しました。工場長、市へのインタビューにより、ビール、大吟醸、等、市販されている製品に対し、SCP-442-JP の混入が確かなものとなりました。また、サングリア、および、金ラベル、か SCP-442-JP、α を 10% の濃度に薄めたものであることが判明しています。同工場は、年以上前から SCP-442-JP を混入しており、製品の大半がすでに消費されてしまったものと思われます。同氏は流通経路に関するインタビューに対しては、本社からの命令で、毎月届いていた、と回答しています。詳細はインタビューログ 442JP を参照してください。付記2000年、月、日、現在も、同社への流通経路に関する調査が行われていますが、特定には至っておりません。事案記録3、事案発覚日時2000年、月、日、発覚場所、東京都、区、大手種類小売店、詳細、同店から SCP-442-JP、α が混入していると思われる製品、合計3社、種の製品が発見されました。カバーストーリー、居酒屋新装開店、により、すべての製品を押収しました。これらの製品のうち、シュガ財団の各施設食堂に常備されていることが確認されました。財団の保有するそれらの製品は事案発覚直後、サンプルとして保管されるもの以外はすべて焼却処分されました。ほい。我々はすでに数えきれないほどの SCP-442-JP を収容しています。ですが、現状我々が収容できていない SCP-442-JP、または SCP-442-JP、α が存在する可能性が非常に高い、と言わざるを得ません。機動部隊へ、に、八潮織、による継続的な調査と封じ込めを提言します。秋篠博士、許可、収容量が大規模になった場合には、破棄計画あるいは新たな保管施設の建設に関する提言を行うように、日本財団理事。インタビューログ 442JP、記録日2000年、月、日、インタビュアー、秋篠博士、対象者、市、大手酒造メーカー、工場長、この記録は調査報告書 442JP、1号、事案記録2発覚後、同工場長、市に対して行われたものです。収録開始、秋篠博士、この度はインタビューへのご協力、ありがとうございます。し、これに答えたら、本当に見逃してくれるんですよね。秋篠博士、善処しましょう。では、まず SCP-442-JP を製品に混入していたのはいつからですか？し、確か、年よりは前だったと思います。先代の工場長もやっていたので、秋篠博士、では、この資料の中にある製品の中で、SCP-442-JP を混入していた製品、または SCP-442-JP、α を希釈した製品はどれか答えてください。し、はい、ビール、大吟醸、に、原酒、そちらの湯、SCP-442-JP を混入していました。それと、サングリア、と、金ラベル、が、希釈したものだったかな。市が、渡された資料に印をつけていく。終了まで10分を有した。秋篠博士、罪悪感はありませんでしたか？こんなに異物を混ぜていることに対して、市、仕方がなかったんですよ。本当に、私がこれ署に来る前からだったし、我が社の主力製品だったんです。それに、市場の評価も好調でした。秋篠博士、わかりました。では次に、SCP-442-JP をどのように入手していたか教えてください。し、本社から毎月、0本の原酒と、
L の原液が届いてました。本社がどうやってそれを入手していたかはわかりません。秋篠博士。では、どこから来ていたかは知らないと。本当ですか、し。はい、本当です。調べてください。本当に自分はそれしか知らないんです。秋篠博士。わかりました。今日は以上です。ありがとうございました。収録終了。復帰。氏は本インタビュー及びいくつかの音声記録への回答後、クラス B の記憶処理を施され解放されました。その後当局に詐欺罪及び食品衛生法違反等の罪で逮捕、起訴され、現在も収監中です。内部調査報告 442JD2 号序文調査報告書 442JD1 号を受け、日本支部理事会は日本支部の管轄するすべての施設に対して SCP-442JP を含んだアルコール飲料がないか、あるいはそれを摂取した形跡がないかの調査を指示しました。これはカバーストーリー。施設へ搬入するアルコール飲料決定に伴う市場調査。として、セキュリティクリアランスレベル2以下の全職員に対して以下の設問を電子メールで送信する形で行われました。設問1、あなたはアルコール飲料またはアルコールを含む食品を常飲、あるいは常食しますか ?1、はい、2、いいえ。設問2、設問1にて2を答えた方のみお答えください。あなたは、アルコール飲料またはアルコールを含む食料を飲用、摂取する機会は月に1回以上ありますか ?1、はい、2、いいえ。設問3、設問1にて1と答えた方、あるいは設問2にて1と答えた方のみお答えください。あなたは、以下のアルコール飲料を摂取したことがありますか?該当する商品名をお答えください。A、大吟醸、B、ビール、C、セ、B、梅、E、生ビール、F、月、G、の雫。設問4、設問3にて1種類以上のアルコール飲料を摂取したことのある方のみお答えください。直近1ヶ月で設問3のアルコール飲料を摂取したことがありますか?ある場合には、1週間単位での平均摂取量をお答えください。設問5、設問1にて1と答えた方、あるいは設問2にて1と答えた方のみお答えください。あなたがお勤めの施設に搬入してほしいアルコール飲料の商品名をお答えください。複数お選びいただいて構いません。以上です。お答えいただきありがとうございました。回答いただいた結果を加味し、各施設へのアルコール飲料搬入内容の検討を行います。以上の調査により、回答を行った日本支部職員、メイのうち、メイが SCP-442JP の添加されたアルコール飲料あるいは、SCP-442JP、アルファを摂取している可能性があることが判明しました。これは、財団に対して納入されていた各種アルコール飲料ですら、SCP-442JP の影響を受けており、それを確保し収容すべき我々自体がそれを好んで摂取していた、という事実にたなりません。本調査の詳細開示は職員の著しい士気低下を招くと判断され、セキュリティクリアランス、レベル3以上の上級職員からの申請があった場合のみ開示されます。内部調査報告 442JP3 号序文内部調査報告 442JP2 号の集計後、財団は SCP-442JP 担当研究員メイに対して詳細を開示した上での個別面談による調査を行いました。この調査により精神的苦痛を感じた職員は、任意の機会にクラス A の心理カウンセリングあるいはクラス B の記憶処理並びに偽装記憶注入、及び別プロジェクトへの臨時配置化へ申請を行うことができます。以下の情報は SCP-442JP 担当研究員は参照できません。SCP-442JP 担当者ではない職員の方がログインしてください。